デモンストレーターの田原英一です。今日は用事があって両国にやってきたわけなんですが、せっかく両国に来たからこのレンズですね。いやこれじゃ分かんないのか、レンズベビーのソフトフォーカス2ですね、先日はソニーの ZV-E10 で使ったので APS-C フォーマットで使いましたが、今回はキヤノンの EOS R5 ということでフルサイズでこの 50mm レンズを使っていこうと思います。 50mm レンズといっても普通の 50mm レンズじゃなくてソフトフォーカスですからね。まあ両国というと相撲みたいな感じもありますが、ちょうど今相撲の上りもいっぱい立ってますから、そういった昔風な雰囲気のところをこのソフトフォーカスで撮っていこうと思います。はい、これは両国の駅前にある横綱、誰の像だろう、白鵬の手形はあるんですけども、白鵬ではないと思うんですけどね、横綱のこの土俵入りのポーズをしている像みたいのがありましたので、これで撮ってみました。今5時半ぐらいでもうすぐ終わるからか、いっぱい人が出待ちをしてるんですが、出待ちは禁止らしいんですよね、このようにいっぱい上りが立ってるので、この上りをソフトレンズを使って撮ろうかなということで、今こうやって構図を作ってみましたよ。開放 F2.5 だとソフトフォーカスが過ぎるので、そうですね、 2.8 よりもちょっと絞ったあたり 3.5 ぐらいな感じで撮るとある程度ソフトフォーカスが抑えられるはずなんですが、今ピントは来てないだけかな。こんな具合で撮るとどうでしょうか。はい、今アウトフォーカスの状態からだんだんフォーカスを合わせていって、これが F3.5 ぐらいのソフトフォーカス2のソフトフォーカス具合という具合でね、こういった柔らかいフォーカスの世界で今上りが表現できているといった感じがしますね。あっと向こうの方でお相撲さん帰るから拍手してる声が聞こえますね。はい、ちょうどこれは隅田川を行く船ですね、今先ほど両国の国技館の太鼓が鳴ってましたから、そろそろお相撲さん の、まあ、あの場所が終わって人がいっぱいになってきたので、こちらの方に川の方に来たわけですが、ナイトクルーズの時間らしくって船がいくつか出ているような様子です。まあ、このソフトフォーカス2で撮ると本当にこの幻想的な感じで撮れるといったところですね。ピントはもうちょっとシャープに合うかなとは思ったんですが、いやこれがピントが合ってる状態のようですね。これ絞りを F4 に変えて多少絞った状態でも、まあソフトフォーカス調な感じはありますけどね。これで船のところを撮っています。ピントはこれが合ってる状態ということで、ソフトフォーカス調な感じですけども、先ほどの開放絞りに比べると、開放絞りではこんな感じで、まあ、シャッタースピード調整すればもうちょっと暗くなるんですけども、これぐらいソフトな感じですよね。だいぶ絞りで印象が変わるレンズかなというところがあるんですが、これでもう一遍 F4 ですね。こういった感じの動画が撮れます。今これはソフトフォーカスの開放で波を取ってる感じですね。ピントはこれが合ってない状態で、このぐらいで合ってるのかな、合ってるのか合ってないのかという感じですが、まあ、ここで合いました。こんな感じでソフトフォーカスで撮る波、なかなか面白いですね。波に向かってカメラを向けてたわけですが、これが F5.6 の時の、まあ、写真で撮った状態ということで、 F5.6 に対して F4、F2.8、 そして開放値 F2.5 ということで、まあ、F2.5 になるとね、かなりソフトな表情に変わるということが分かりますね。この隅田川の対岸の建物の様子をソフトフォーカスで捉えてみて、絞りの変化を見ていこうと思います。今開放の状態でかなりソフトな状態ですね。まずこれが絞り優先オートで F2.5 開放の状態、そして一絞り絞って F2.8、 F4 ですね、次が F4、 だんだん
絞り込んでいくにつれて周辺までシャープになっていく範囲が広がってくるのが分かります。 F5.6 ただ F5.6 あたりだとまだ周辺は多少ソフトなところが残るんですね。これで F8 かな。手触りでやってるんですけども、たまに分からなくなるのでこうやってチェックする必要がありますね。白い点とここの位置で合わせますけども、これ見るときに一辺こう出すのでピントがね合わせ直しになるのがなかなか大変なところですね。8 11 16 そして22と、16と22が間違えました。今16でそして22というところですね。フォーカスレンズとはいえ F22 まで絞ると結構周辺までちゃんと映るのが分かりますが、結構ここの下の対岸の直線を見ると曲がってるのも分かりますね。歪曲が大きいのかもしれません。はい、またナイトクルーズの船がやってきました。こういった光が入る被写体はソフトフォーカス2、非常に魅力的なレンズですね。光を盛り上げるような感じで表現してくれるということで、この船、ナイトクルーズの船が非常に魅力的に見えるというメリットがあります。ピントはこれで今一生懸命追っかけてるんですが、今追っかけながら逆にアウトフォーカスにしちゃいましたけど、こうやって外していく、またピントを合わせながら撮影ということで、動画でうまく撮れてれば面白いかなと思います。ここにある隅田川テラスギャラリー、だいぶ光がついてきてソフトフォーカスの雰囲気をチェックするには面白い感じになってきましたから、今からこのソフトフォーカス F2.5 の状態に対して付属の絞りリングを入れていろいろ撮影していこうと思います。レンズベビーソフトフォーカス2には付属のこのような絞り、板ですね、絞り板がついていて、まあ、これなんかは面白系だと思うんですが、まずこれから取り付けてみましょうか。これを磁石になってますから前からペタッと取り付けるだけで、これで今入りました。これで絞りの感じがどう変わったかな。はい、こういった具合で、光防が表現できるということですね。今の絞りの板はこのツールの中に入ってますから、このソフトフォーカス2と書かれている、これに、先っぽがこれ磁石になってますので、これで、引っ付けてこのように取り出します。このレンコン絞りですね、レンコン絞りの大きい方で入れてみましょうか。そうするとこんな表現になるわけですね。もう一つこのレンコン絞りの真ん中の穴が小さい方で入れてみると、先ほどと表現変わるのかなという感じがしますが、これだとどうなるんでしょうか。さらにこの点の感じが複雑で面白くなりましたね。はい、こういった具合で今絞りは複雑なレンコン絞りの方を入れて、このように隅田川の様子を撮ってみています。光の光源が入ると面白い絞りの意味がわかるんですが、そうじゃないとソフト量が変わらずに光の量だけ絞れるという効果に使えるというのがこのレンコン型絞りです。対岸の方に向けても光の量は減ってるんですが、確かに光の点は複雑な感じにはなってないですね。あ、ちょうど船が出てきましたね。これを追いかけながら見てみると、はい、このようにライトのところは複雑な光のレンコン絞りの形が面白く表現されていますよ。両国でこの EOS R5 フルサイズのカメラでレンズベビーのソフトフォーカス2ですね、使ってみました。まあ、非常にコンパクトなスタイルで、今までのベルベット56よりもコンパクトに持ち運べてソフトフォーカスで、ソフトフォーカスの具合も F2.8 から4の間で細かく調整できるといったところが面白いレンズです。まあ、今回三脚は軽めの三脚ということで、これは
スリックのライトカーボン E63 というのを使ってますが、 EOS R5 にはちょっと軽めかもしれませんが、こうしたスーツで移動するときに三脚欲しいなというときはいいかもしれません。ということで、またこの EOS R5 でソフトフォーカス2、レンズベビーのソフトフォーカスレンズもチェックしていこうと思います。